もっとこっちへ来て座りたまえ。それで君はなぜ自分がこの仕事にふさわしいと思うのだね。それは試作品626号を逃がしたからだろう。興奮するな。今回の仕事は626とは何の関わりもないのだ。どこだそれは。ガントゥ、遅かったな。ウィールじゃない、ハムスタービール。よくもこの悪の天才の試作品を盗んだな。なんだと、こっちへ来て言ってみろ。お前昔ネズミみたいじゃないわい。ハムスターみたいと言え。科学者のくせにネズミとハムスターの区別もつかんのか。一つだけ、この役立たずの半魚人がそのでかくて臭い足を蹴飛ばしてやる。でいだあ、なに、拷問しろって。はあ、よし、これでも食らえ。だ、ほら突っ立ってないで、電話帳持ってこい。他の試作品がどこにあるのか白状しないつもりなら恐ろしい思いをさせて吐かせるしかないな。ではお前の家族を脅す。こうなったら一つだけ見つかった試作品を始動させて、そいつにお前を拷問させる。試作品その拷問を受ければさすがのお前も黙ってはおれまい。試作品を始動させろ。逃げろ。苦しみもだえるジャンバの声が今にも聞こえてくるぞ。何でも話しますから外に出して。そう、今にも許しを求めて惨めに泣き出すに違いない。そろそろ、さあ、いよいよ聞こえる。聞こえないだろ。聞こえません。黙れ。聞こえない。どう、頭にきた。しぶといやつめ。どうやったらあの生意気な天才学者は口を割る。謝らんでよろしい。ほら貸せ。いいか、よく聞け。ジャンバに電話してきたやつ。じゃあまたこっちから電話する。その時に人質との交換場所を言う。それから悪口もいっぱい言ってやる。ははー、よしき、叩きつけるの。私の背のことを言うな、ゴシップ好きのおしゃべりめ。ブツは持ってきたか。生意気な科学者をここへ。涙の再会はそこまでだ。残りの試作品をよこせ。623体だと一つ足りんじゃないか。残りの試作品を全部持ってこいと言ったはずだ。ごまかそうとしたってそうはいかんぞ。黙れ。この責任はお前に取ってもらう。始末しろ。なんだあれは。ハムスターだ。ネズミじゃない、ハムスター。よこせ。黙れ黙れ。黙ってない奴は黙れ。そいつをよこせ。ジャンバを返してほしいのか欲しくないのか、よく考えて決めるんだな。撃て撃て。ウィールじゃなくてビールだ。偉そうな議長め。おかしな襟の服着てるくせに。やっ、ほらグズグズするな、こののろまめ。これだけモンスターがいれば、ニックギ銀河連邦をめちゃめちゃに荒らしてやれるぞ。何、取り返せ取り返せ。どうだ、お前はうぬぼれ。電話帳電話帳。待ってて。お前はうぬぼれておったのだろう。この悪名を高きジャック・フォン・ハムスタービールに勝てる気でいたようだが、飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのことだ。この可愛こぶった生意気ハワイ娘が。626は私がいただくからな。こいつのクローンを作り、私だけの軍隊を結成するのだ。むす、そいつにはもう何の用もない。もがくがいい。お前ものすごく力が強いつもりでいるんだろ。自分の3000倍重いものも動かせるぞって。そんなことちゃんと見越してお前を縛る強さを決めたんだ。お前の3001倍にな。残念ながら私のクローン方式には一つ残酷な点があるんだ。まず真っ二つに切る。このスリルがたまんない。どうなってんだ。本気で真っ二つにするつもりはなかったの。ジョークだよ。ユーモアのセンスって備わってないの。この手錠きつすぎるぞ。なんだよ偉そうな顔した偽善者ども。ウィールじゃなくてビール。ハムスター用だろ。ネズミじゃなくてハムスター。
ない他の星のやつらで。